イオン結晶はイオン結合によって形成される結晶のこと。この結晶は異フ合のイオン同士が隣り合い空論力によって結びつけられ固定されることでできる。イオン結合は強い結合なのでイオン結晶は有点が高く硬い性質を持つ場合が多いが脆くて壊れやすい性質も持つ。この性質を壁回という。これは外力が加わると 同符号の4同士が接近して、互いに反発し合うためである。通常、固体では、電気伝導性はないが、融点を超えて、液体となった場合や溶質として水などに溶かすと、電気を導く。これは、液体や水溶液になることで電荷を持ったイオンが移動できるようになるためである。水溶液中では電離して、水和イオンとして存在する。 このように水中で電離する物質を電解質という。非イオンを構成する元素と、影イオンを構成する元素の電気陰性度の差が小さい場合、結合は共有性を帯びるようになり、共有結晶的な性質を持つようになる。例えば、溶化銀および、硫化塩などは共有結合性が強くなり、水に対する溶解度も小さい。イオン結晶を構成する物質は、素性式で表される。 塩化ナトリウム型構造1、一連解質の場合、非イオンと影イオンとのイオン半径の比率により、周囲を取り囲む相手イオンの配位数が変化する。例えば立方象形の場合、4範囲の場合線は塩鉱型構造、6範囲では塩化ナトリウム型構造、8範囲では塩化セシウム型構造となる。さらに結晶の種類によっては、六方象形その他の構造を取るものもある。 一、にあるいはに、一電解質電解質ではホタル石型構造、溶化カドミウム型構造など様々な構造をとる。イオン結晶の結合エネルギーの指標の一つとして、格子エネルギーがあり、これは、イオンの電化、イオン半径及び、結晶構造により決まり、結晶の有点、溶解度などに影響を与える。非、イオンと、 影イオンとの組み合わせにより数多くのイオン結晶が存在する。ありがとうございます。